さきちゃんです。おがちゃんです。みんな南小と。さきちゃん、はい、再びパターということで、はい、まあね、以前ね、こう距離感と、うん、まあ、どういう打ち方がいいですよっていうね、あの、はい、こういう打ち方が距離感合わせやすいですよっていうお話をさせてもらったんですけれども、はい、パッティング、まあ、それだけじゃ、ね、カップインしないと、ね、うん、距離はあってもカップインしない、なぜしないのか、大事なことは何ですか。タッチとライン。はい、その通りでございます。パッティングはやっぱりタッチとラインが初めてあって、自分の狙ったようにカップに入るとね。そういうところをちょっと今日、まあ、どういうふうにそれを合わせるために練習をしていったらいいのかとかっていう、まあ、いろんな、ね、練習の仕方、考え方っていうのを解説していきたいなと思ってますので、皆さんよろしくお願いいたします。まず大前提、まあ、私の試験ですけれども、パッティングやっぱ一番大事なのはタッチだと思います、うん、でタッチの次にライン、うん、で最後にストロークっていうところが来るんじゃないかなと思うんですけど、うん、まあ、上りでも下りでも、まあ、切れるラインでも、まあ、うまく、ね、あのタッチを合わせてライン、それに合わせてラインが読めるようになっていくようにっていうところを解説していきたいんですけれども、今ちょっと、はい、ここ、まあ、距離で言ったら1メーターぐらいですかね。で、まあ、今回はもう主に練習法でございます。どういう風にしてそのタッチだったりラインだったりっていうのを掴むのかっていうところなんですけれども、まずボール3球準備します。3球で、なぜ3球かというと、一つはジャストイン、もう本当にちょうど入るぐらいの強さで、もう一つは普段普通の強さ、まあ、だからジャストが、まあ、まあここですよね、まあ、ここで入るで、まあ普通がまあこれぐらいかな、オーバーぐらいですね。でまあ、強めがこれぐらいかなと、うん、このぐらいかな、はい、まあ、こういう風なね距離の感覚なんですけど、でこれを実際にそのカップ、一つのカップに同じところからジャスト、普通、強めっていうのを練習しましょうってことですね、うん、ジャストからいきますね、最初。で今度普通、で最後強め、まあ、今ちょっと弾かれましたけど、まあ、今みたいな感じ でこれ何が今打ってて違うかって言ったら、強さに応じてラインの切れ幅が全然違うんですね。やっぱジャストインだとやっぱり大きく切れますし、でも強いと、もう本当、そういうこと、ジャストインは もちろんカップ外してるんです、カップ1個左ぐらい狙って。で、それこそ強いタッチのやつは、カップ外してますよ、今。ってぐらい強いと弱いでは、ラインが変わるっていうね。じゃあ、だからそれがどうしたのっていう話なんですけれども、このジャスト、普通、強いっていうのは、これあの、ゴルフ場の中ってやっぱり、上りもあるし、下りのパッティングもあるんですよね。で、下りのパッティングっていうのはやっぱりね、下っていく、やっぱトロ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 行くわけじゃないですか。このトロ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 行くスピード感ってやっぱりジャストのイメージが強いんですよね、スピード的にも。だからトロ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 行ってボールの勢いが弱いから切れ幅も大きくなる。で、その逆、上りのラインっていうのはね、普通の平らなところより強く打たないとカップに届かないんですよね。ってなるとやっぱり初速で最初出ていくスピードっていうのは普通のラインよりもやっぱり速く出ていくんですね、ボールが。で速く出ていくってことはやっぱりそれ分、その分勢いが強いから切れ幅が少なくなるんですね。っていうところがあのコースの中でその実践としてあの身につく部分というか、でそれをやっぱ身につけるためにこの練習をぜひやってほしいと。でジャストで、ジャストで1球で、今度普通のタッチで1球で、最後強め、奥の縁に当たるぐらいの強さで1球、この3球。これね、
今1メーターぐらいの距離じゃないですか。結構難しいんですよ。やってもらうと分かると思います。ジャスト、普通、強く、3種類でもこの練習してたら、あ、本当ジャストで打ったらこれぐらい切れるとかっていうのが、まあ、このラインだけじゃなくて違うラインに行った時とかにも想像力が働くと思います、絶対。で、現に、まあ、おばちゃん、あのパターすごい得意な選手だったんですけど、あの、まあ、たまにね、あの後輩のプロとか、あの、まあ、同じ世代のプロなんかに、パターどうやって打ってるとか、どういう練習してるんですかっていうふうに聞かれた時に、いつもこれを答えてました。はい、そういうこと。本当にやっぱり僕ツアー行った時に、あの谷口徹プロともう回らせてもらったんですけど、試合 でその時にやっぱ見て、あ、やっぱりそうだなと思ったのが、谷口さんってパターのイメージすごい強いイメージあるとカン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 ってもうガボッと入ってうわーみたいなね、そういうイメージがあると思うんですけど、実際に一緒に回ったら下りのラインなんか本当にジャストですよ。やっぱ全然やっぱね、そのラインによってタッチが様々だった。そう、全然違った。でそしてワンピンぐらいなら全然外れなかったいや、分かる。めっちゃ返しがそう、もう外さないイメージ。そう、やばい。だから強くカーンって打っても 2m ぐらいいってもやっぱ入るし、でやっぱりカーンって打って返しはちゃんと違うタッチで打ってたり、やっぱりそのラインに合ったタッチを選んでやっぱりストロークされてたんで、まあそれはやっぱりあれだけパターが上手い選手がやってればやっぱ正しいのかなっていうね、ふうに思います。なんでこの練習法で、これ距離、まあね、その最初 1m ぐらいでやってもらって、あ、もう結構マスターできてきたなっつったら、ちょっと距離倍にして 2m ぐらい、これぐらいでやってもらったりっていう、あとはまあここはあんま切れないですけど、もうちょっと切れるラインで練習してもらったりとか、まあそういうのをちょっとやっていただいたら、これもう本当にすごく変わると思います。タキちゃん、なんか面白いいい練習法ないですか？はい、私はちょっと今フックラインに移動したんですけど、はい、おっ、なんか見慣れぬティーが刺さってますけど、はい、そうです。まあ、ここの、はい、まあ、ティー刺してるじゃないですか、はいはい、でここから打つ、はいはい、まあ、打つところに、はい、まあ、とりあえず目印、はい、そうです。でここから打つんですけど、まあ、フックなんで、はい、このティーよりも右を通して入れる、はい、うーん、なるほどなるほど。で、まあ、弱かったりしたら切れてこっちに行っちゃうと入らないんで、はい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 、なるほど、はい、うーん、まあ、こういうちょっと打ってみます。おお、いい感じ。まあ、この辺通りますね。うん、なるほどなるほど。でちょっと悪いでちょっと弱めに打つと、はい、ああ、なるほどね、こんな感じで、ああ、はいはいはい、分かりやすいね、はい。でもこれは本当いい練習かもね。いいですよね、うん、でちょっと強めに打ちたい時とかは、まあちょっと浅めに。ああ、なるほどなるほど、ああ、なるほどね。でジャストで打つ時は、はい、まあこれの、まあ、イメージですけど、ここからどれぐらい右を打つかとか、うん、なるほどなるほど。要はだからジャストで練習するときはちょっとこっちにしたりとか、はい、そっちに移動したりとか、あ、はいはいはい、まあ、自分のこれでジャスト感覚でいいんで、うん、それでジャストめに、あ、これ弱い、あ、っていう感じで、なるほどなるほど。じゃあもうちょっと右だなと思って、うん、あ、これ強いなとか、うん、なるほど。イメージ作りとして、そう、イメージ作りだったり、はい、まあこのね、一つのね、なんかこうアトラクションじゃないけど、なんかこう遊び心があって、すごいうわうまくいかないっつって、こう楽しく練習もできるっていうね、うん。佐々木ちゃん、今回はね、はい、パターのタッチとラインという話で、はい、はい、どうだったですか？いや、もうショートパットめっちゃ良くなるんじゃないですかね、この練習をやったら。そうですね、はい。まあ、さきちゃんの、ね、ナイスアイデアな練習法をちょっと今日聞かせてもらったんで、はい、ぜひあのおがちゃんも、ね、あの自分のスキルアップのためにこの試して練習しようかなと思います。で、あの私があのやったあの3級の練習もですね、一緒にぜひ取り入れていただいて、
まあ、しっかりあのコースの、ね、練習グリーンなんかで、あのゴルフ場来た時にパッティング練習してもらったらいいんじゃないかなと思います。まあ、今回あのまた最後になりますけれども、この動画面白かったよ、参考になったよという方は高評価の方とチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。ということで、はい、まあ、今回はポイントはないですね。もう練習法でございます、本当、ね、まあ、皆さんしっかり練習していただいてやっていただけたらなと思います。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。皆さんさよなら。